こんにちは、日本語の森の川間美里です。よろしくお願いします。今回は JLPTN2 言葉の33回目やっていきたいと思います。早速この言葉から。これ扇風機っていう風に読みます。扇風機って何かっていうと、羽を回して風が出てくる機械を扇風機って言うんですね。夏とかに暑い時皆さん使うと思うんですけど、この羽が4枚ぐらいついていて、それがわーって回って風が出てくる機械のことを扇風機っていう風に言います。で、続いてこちら、これは価格っていう風に読みます。価格って何かっていうと、値段っていうのと同じ意味です。で、例文全体的に見てみると、どの店で扇風機を買っても価格に違いはない。なので、まあどのお店で風が出る機械を買っても値段は一緒だよって意味ですよね。このお店でも3000円、このお店でも3000円、このお店でも3000円、だからまあどこで買っても一緒だよっていう意味の例文です。で、続いてこちら、これ割にってあるんですけど、割にっていうのは反対にっていう意味です。ここでは反対にっていう意味になります。で、続いてこちら、これは成績っていうふうに読みます。成績っていうのはテストの結果っていう意味です。学校とかで先生にもらうテストの結果のことを成績っていうふうに言います。で、例文全体的に見てみると、兄は真面目な割に成績が悪い。なので、兄はすごい真面目なんですよ。真面目に毎日勉強してるんですけど、反対にこのテストの点数とかテストの結果は悪いんだよっていう意味の例文です。 OK ですか。で、続いてこちら、これは踊りっていう風に読みます。踊りって何かっていうと、ダンスって意味です。ダンスを日本語では踊りっていう風に言います。で、続いてこちら、これは終えたって言うんですけど、基本形は終えるになります。終えるって何かっていうと、終わるの他動詞なんですね。なので目的語が必要になります。何々を終えるっていう風に使います。で、続いてこちら、のみっていうのはだけっていうのと同じ意味です。なので例文全体的に見てみると、踊りを終えた人のみ帰っていいっていうのは、まあみんなでダンスしてて、そのダンスを終わった人、ダンスが踊り終えた人、もうダンスも終わったって人だけ帰っていいよっていう意味の例文になります。はい、以上が N2 の言葉33回目でした。ありがとうございました。